朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である、労働党と国家武力の最高指導者金正恩同士が8月24日新しく開発した超大型ロケット砲のテスト射撃を指導しました。党中央委員会と国防科学部門の指導幹部たちがテスト射撃を共に指導しました。金正恩委員長は超大型ロケット砲兵器システムの開発状況について聞き、テスト射撃の命令を下しました。テスト射撃を通して超大型ロケット砲兵器システムの全ての戦術技術的特性が計画された指標に正確に達したことが検証されました。金正恩委員長は超大型ロケット砲兵器システムの巨大な戦闘的威力を見てとても喜びました。金正恩委員長は本当にすごい兵器だ、我々の若い国防科学者たちが一度見たこともない兵器システムをただ自分の頭で着想し設計して一挙に成功させたが、そうなんだ、大きなことをしたと高く評価しました。そして今日何よりも嬉しいのは、新鋭兵器の開発の過程を通して主体的国防工業の飛躍的発展を担っていく若手のそうそうたる人材部隊が育成されていることだとし、この人たちは千万金にも変えられない国の尊い宝財産である。党に忠実な才能ある国防科学者技術者がいて、主体的国防工業は絶え間なく発展するだろうと誇りに満ちて述べました。また我々が開発し完成した一つ一つの主体的兵器には国と人民の運命と未来の責任を持って諸村式社会主義を固く守っていく強力な戦争抑止力をもたらした諸村労働党の偉大さと、その導きに従って愛国の血と汗を惜しみなく捧げる我が国防科学者の清らかな心が凝縮されていると述べました。さらに8月24日は本当に忘れられない良い日だ、3年前のちょうどこの日、我々は世界的にいくつしかない戦略潜水艦弾道弾水中テスト発射にも成功したと感慨深く話し、折り重なる試練を乗り越えて戦略兵器を開発し完成した忘れられない日々を愛する戦友たちと共に振り返りました。金正恩委員長は我々の国防工業の重要な使命は国家防衛力を鉄壁のように固めて党と革命、国と人民を守り、革命の最後の勝利を裏付け、社会主義強国建設を先導し積極的に促すことだとし、我々の力を我々が求める水準に引き上げるための攻撃戦を屈することなく繰り広げて、敵対勢力のエスカレートする軍事的脅威と圧迫攻勢を断固制圧し粉砕する諸村式の戦略戦術兵器の開発を引き続き力強く早めなければならないと述べました。偉大な金正恩総書記が戦軍革命指導を始めた日の戦軍デーに際して、偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の銅像に人民軍軍人と勤労者青少年が花籠を捧げました。満捨ての丘の主席と総書記の銅像の前に労働党と国家武力の最高指導者金正恩委員長からの花籠が置かれていました。主席と総書記の銅像に党武力政権機関大衆団体各省中央機関朝鮮人民軍と朝鮮人民内務軍の各部隊、平壌市内の各機関企業工場学校などの名義の花籠と花束が捧げられました。一度主席と総書記の銅像を仰いでお辞儀をしました。平壌の各所と地方各地にある主席と総書記の銅像と太陽のように明るく微笑む主席と総書記を描いたモザイク画にも人民軍軍人と勤労者青少年が花籠と花束を捧げ敬意を表しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のパク・ポンジュ党中央委員会副委員長が
ウォンサンカルマ海岸観光地区の建設現場を現地で把握しました。パク副委員長は建設現場の各所で全ての建造物の質を最高のレベルで保証し、関係部門で潜在力を残らず引き出して必要な設備や資材を適時に生産して送ること、調研に力を入れることなどについて述べました。戦軍デーを迎え、25日平壌と地方の劇場で祝賀公演が行われました。人民劇場では高炉国家合唱団の公演がありました。ボランボン劇場では国立交響楽団のコンサートが、平壌大劇場ではピバダ歌劇団の芸術家が出演する革命歌劇の中の名曲名場面の再演がありました。国立演劇劇場では演劇血脈が共演され、平壌サーカス劇場と国立サーカス団マジック劇場ではサーカスとマジックショーが観衆の絶賛を博しました。平壌北道、繁栄北道、チャガン道など各地の劇場広場でも祝賀公演が行われました。戦軍デーを迎え、25日平壌市内の競技場でスポーツ競技が行われました。キムイソン競技場で行われた平壌チーム対アムノッカンチームの男子サッカー大会では、平壌チームが3対0で勝ちました。テコンドー殿堂で行われた諸村テコンドー委員会テコンドー選手団対平壌市テコンドー選手団の女子団体組手では、平壌市テコンドー選手団が勝ちました。競技の後、諸村テコンドー委員会テコンドー選手団のエキシビションがありました。平壌街バドミントン競技館で行われたキム・イルソン総合大学平壌医科大学スポーツ団体アムノッカンスポーツ団の男子バドミントン試合では、アムノッカンスポーツ団が3対1で勝ちました。偉大な金正恩総書記の戦軍革命指導開始59周年記念青年学生の舞踏会が25日各地で行われました。党創立記念塔をはじめ、平壌の舞踏会場では我らの将軍一番さ、将軍咲かせた戦軍のおかげなどの歌のメロディーに合わせて踊りの輪が繰り広げられました。各道と市軍でも舞踏会がありました。社会主義祖国を訪問中の総連諸村大学校学生祖国訪問団のパクミョン団長が戦軍デーに際して25日諸村中央通信社のインタビューに答えました。パク団長は、8月25日は諸村人民軍創建記念日とともに末永く輝く祝日である。世界の歴史のページには愛国の貢献で名をとどめた偉人が少なくないが、金正恩総書記のように厳しい試練の中で一国一民族の尊厳と地位を最高の境地に至らしめた不正室の愛国者はかつていなかった。百戦百勝の戦軍革命の実力を綴り、国と民族の運命を守った総書記の尊い姿は民族の心の中に永遠の太陽の姿としていついつまでも刻まれるだろう。総書記の聖なる革命歴史と業績は今敬愛する金正恩委員長の下で世紀を継いで光り輝いていると述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はオーユンスク・シンヨンギルでした。こちらは諸村の声放送です。諸村を強国の地位に引き上げた指導者、世界の進歩的な人々は敬愛する最高指導者金正恩委員長を抜きんでた政治の実力と洗練されたリーダーシップで諸村の尊厳と国力を世界に轟かせる偉大な指導者として高く称えています。バングラデシュ戦軍政治研究会会長は、諸村が世界が認める強国の地位を堂々と占めたのは偉大な指導者がいるからだ。金正恩委員長は現代の最も優れた政治指導者として称えられている。金正恩委員長の導きのもとに諸村はより明るい未来へと飛躍するだろうと述べました。タイ知恵思想研究会ソンチットプラップ会長は、金正恩委員長は諸村人民の傑出した指導者、偉大な政治家である。諸村での全ての成果は比類のない胆力と秀でた知略、傭兵術の持ち主である金正恩委員長の卓越した指導を抜きにして考えられないと述べました。メキシコ人民社会党中央委員会のヘスス・アントニオ・カルロス・エルナンデス書記長はこう語りました。
Gracias a la sabia dirección del máximo dirigente Kim Jong-un, se eliminó completamente el peligro de guerra. Kim Jong-un 委員長の正しい導きのもとに、朝鮮半島では戦争の危険がなくなり、朝鮮人民は社会主義経済建設に総力を結集し、より幸せな美しい未来を目指して力強く進んでいます。金正恩委員長は熱い人民愛をもって朝鮮人民をこの世で一番幸せな尊厳ある人民にしようと昼夜健康の現地指導を続けています。今朝鮮人民は尊敬する金正恩委員長の周りに一致団結して、美しい未来社会主義強国を目指して力強く前進しています。私は金日成主席と金正恩総書記の願い通りに、朝鮮民主主義人民共和国を戦略国家の地位に確固と引き上げ、世界の政治情勢を主導する金正恩委員長に最大の敬意を表します。世界の声でした。世界柔道界を揺さぶった娘、2019年アジア太平洋柔道選手権大会と2019年国際柔道連盟フォーハオタグランドショー柔道競技大会で、初戦のキム・チマ選手が優勝しました。キム選手は平安市楽蘭区域の労働者家庭の末っ子に生まれました。頭の働きが早く、快活ながらも落ち着いた性格の持ち主であるキム選手は、青少年スポーツ学校で柔道を習い始めました。その後、ピョンヤンスポーツ団で系統的に技を磨いてきたキム選手は、2100年、2011年に行われたアジアユース及びジュニア柔道選手権大会で優勝して、専門家の注目の的となりました。名誉を輝かせる思いで踏ん張ってきたキム選手なので、今年の国際競技でも実力を遺憾なく発揮しました。この4月アラブ首長国連邦で2019年アジア太平洋柔道選手権大会が開かれました。大会には朝鮮と中国、カザフスタンをはじめ40の国と地域から選ばれた男女選手270人余りが参加しました。女子57キロ級に出場したキム選手は、国際競技でランキング上位の力を持つローレンナ選手皆を破り、決勝に臨みました。本命候補と目されていた日本選手と対戦したキム選手は、主導権を握り、特技を生かして日本選手を破り優勝しました。さんのことで柔道界は持ちきりでした。名もなかった朝鮮選手がアジア柔道界の強豪の座を占めたのです。その後、中国で行われた2019年国際柔道連盟フォーハオタグランドショー柔道競技大会でも、キム選手は世界柔道選手権大会で好成績を収めた選手たちを皆下し、女子57キロ級で優勝しました。高い実力と強い闘志を発揮して世界柔道界を揺さぶったキム・ジンナ選手、これからの国際競技でも優勝しようとの自信に満ちて訓練に励んでいます。世界柔道界を揺さぶったキム・ジンナ選手をご紹介しました。